イノシトールはシクロヘキサンの核炭素上の水素原子が一つずつヒドルキシ元に置き換わった構造を持つシクリトールの一種である。抗議にビタミン B 群の一種とも言われており、人の場合、糖尿病などが原因で体内でイノシトールが不足すると神経症状が起こるなどの悪影響が知られている。イノシトールは無色の結晶。口にすると人には甘く感じられる。 イノシトールは地球上の生物の生態成分の一つとして、グルコースを原料として生合成される。このため、例えば、穀物のぬかや豆類や果物といった植物にも含まれるし、動物の肉や魚などにも含まれるなど、地球上の多くの生物の体内に含有されている。またフィチンさんは、イノシトールの持つ6個のヒドロキシ元のすべてが、リン酸エステルとなった構造をしており、 これは植物の組織内でのリン酸の貯蔵形態として知られている。多くの植物の種子などに含まれることが知られている。人のグリア細胞や神経細胞は細胞の浸透圧の調整にイノシトールもオスモライトとして利用されていることが知られている。もしも数日以上続く細胞外液の浸透圧の上昇があればそれに対抗するため細胞内にイノシトールを 蓄積させて細胞内の浸透圧を上げることで細胞内の水分を保持しようとする。このグリア細胞や神経細胞におけるイノシトールの濃度変化には数日を要するため長く続いた細胞外液の浸透圧が高い状態をもしも急激に補正するようなことをしてしまうとすぐには蓄積させたいノシトールを細胞外に捨てることができないため細胞内に 水が流入して脳不死を起こす可能性があることも知られているので、この補正は時間をかけて行わなければならない。逆に数日以上続く細胞外液の浸透圧の低下があれば、細胞内のイノシトールを減らして、浸透圧を下げて、細胞内への水分の流入を阻止しようとするなど、全く逆のことが起こるので、やはり補正には時間をかけなくてはならない。なお、 脂肪肝や、高脂血症の治療に用いられる。イノシトールには、ヒドロキシ元の位置により9種類の異性体が存在する。最も一般的なものは、ョイノシトールである。IUPAC 命名法において、イノシトールは、1、2、3、4、5、6、シクロヘキサンヘキサオールの関与名として認められている。立体化学を表すときは、 核ヒドロキシル元がシクロヘキサンカンの上下どちらを向いているかに着目し、以下のような形式で表す。対応する、説刀時と共に示す。これらのうち、チロイノシトールの実が広角活性化合物であり、他はすべてメソ体である。ミオイノシトールは自然界の各種の食品に含まれている。ただし、名前が挙げられた食品でも体内に吸収され利用されウルレシチンの形態と、 穀物に含まれているが利用不可能なフィチン酸とを必ずしも常に区別していない。研究によるとミオイノシトールを高濃度に含む食品は果物、豆類、穀物やナッツ類である。ただ、豆類や穀物は種子ということからイノシトールの多くがフィチン酸である。エネルギー飲料でイノシトールを含んでいるものもある。イノシトールは通常子宮体より排泄され、 尿細管で再吸収されるが、高血糖状態においては、グルコースと競合するため、再吸収されず尿中排泄量が増加する。その結果、体内のイノシトール量が低下し、ポリオール代謝異常によって、糖尿病性神経障害の成因となる。20件のランダム化比較試験から、インスリン感受精を低下させ血糖値を低下させて、いたが、BMI、 1> 幅 1C やインスリン治療を必要とする人の割合には変化はなかった。妊娠糖尿病のリスクの高い女性で5件の RCT から匂いのシトールは発症リスクを低下させた。14件の RCT から総コレステロール、LDL コレステロールなど脂質プロファイルを改善しているが、代謝性の病気の人では HDL コレステロールに影響はなかった。 多能法性卵巣症候群に対して2018年のレビューは10件のランダム化比較試験を発見し、ミオイノシトールがインスリン抵抗性、またピカスのエストロゲン現象による症状を改善することが分かった。2017年のレビューでミオイノシトールは卵細胞室内精子注入法、または体外受精肺移植の不妊率を高める。 2017年のレビューでは8件の RCT からピカスのアイキシでは妊娠率や肺の質の改善は不十分だった。2014年のメタアナリシスはうつ病に対する7件のランダム化比較試験、2件の脅迫性障害、1件のパニック障害、1件の心的外傷後ストレス障害に対して規約と比較して統計的に優位な差は見られなかった。 2004年のシステマティックレビューは、うつ病に対してのイノシトールを用いた4件の二重盲検試験を発見し、証拠の品質が悪いということもないが、治療利益がはっきりしたものでもなかった。うつ病に効くサプリメント探したレビューでもイノシトールの効果には注目されていない。以前に効果があったとされる個別の研究では、二重毛検試験によって18グラムのイノシトールを摂取し、 強迫性障害の症状、同様の研究デザインと量でパニック障害に対して、抗うつ薬のフルボキサミンより症状の軽減に効果があった、うつ病に対して二重盲検試験によって 12g のイノシトールを摂取し、うつ病の症状が改善したと報告されていた。毒性は比較的低いと考えられている。確定していない。ありがとうございます。